それでは具体例について見てみましょう。この行列を対角化します。それでまず固有多項式ですけど、ラムダ i 3マイナス a ですね。でラムダ i 3マイナス a ってのはだからラムダラムダラムダから11マイナス2マイナス121マイナス1ですね。そうするとどうですか、ラムダマイナス1でマイナス1で2ですか。で1でラムダマイナス2のマイナス1、0でマイナス1の、ラムダプラス1っていうふうになります。これの行列式ですね。でそれがここに出てます。それでいいですか、もう一回書くと、これラムダ i 3マイナス a の行列式ですね。それでこれはこれってこの行列式を愚直に展開してもいいんですけど、展開してまた因数分解してここに答えが出てますけど、因数分解しなきゃいけないでしょう。それ結構大変なんだと思うんですよね。で工夫してなるべく因子が見つけられるように展開していきましょう。それでマイナス1とマイナス1がなんか気になりますね。それでこの下のマイナス1で上のマイナス1を消すとここの2がどうなるかというと2-ラムダプラス1は何ですか、1-ラムダですね。そうこれに出てきますね。でそうするとこの1行はラムダマイナス1の10マイナス1になりますね。でこうになりますね。まあというわけでやればいいのは、ここに書きますけど、1行に3行のマイナス1倍を加えるってことがあります。でそれで1行次に1行の共通因子ラムダマイナス1を外に出したら、ここにラムダマイナス1が出てきますね。でこれでもラムダマイナス1が因子だっていうことが分かります。まあこういう値がラムダイコール1だってことが分かります。で次にこの1を使って下の1消せますね。そうすると10マイナス1と10から引くと0ラムダマイナス1、0になっちゃいますね。でそうするとここの1列について4子展開すると、対応するとここの二次正方形列の行列式が出てきますね、ここに。でそうするともうこれ計算する必要なくて、ここゼロですからね。だからラムダマイナス2かけラムダプラス1だってことが分かりますね、この二次の行列式が。だから、合わせるとラムダプラス1ラムダマイナス1ラムダマイナス2が固有多項式を因数分解した形になります。ですから固有値はマイナス1、1、2であることが分かります。じゃあまずラムダイコールマイナス1 の時の固有ベクトルを求めましょう。ここにありますね。で、その方程式は XYZ イコールマイナス XYZ なんですけど、これ何かというとマイナス i 3マイナス a に xyz かけたら0になるっていうのはいうふうに変形できますね。でそうするとここのラムダにマイナス1代入する、すなわちここにね、ここにマイナス1を代入することになります。まあ、というわけなんですけど、ずっとここまで行々変形みたいなことをしたわけなんですけど、本当に行々変形かというと、ここは危ないところがここにありますね。ラムダマイナス1。
これがゼロだとダメなんだけど、今の場合はこの行列式の中身だけど、マイナスにつけるときはマイナス2、02から10マイナス1だからマイナス2分の1倍してますね。1行だからこれ行表変形ですね。まあ、ここだから大丈夫ですね。で、次のラムダ以降1のときはここは危ないところで、それはまた後で説明しましょうか。まあ、結論はですね、ここにというか正確にここにこの行列式の中身にラムダイコールマイナス1を代入します。そうするとこれが出てきますね。で、そうするとさらに行表変形するって大したことやってませんけど、このマイナス3を1にして下を消したらこうなっちゃいますね。それだけですね。で、そうするとこの、シャープ1はこの行列が決める1行が x イコール z になって、2行が y イコール0になりますから、xyz イコール、いいですか、x は z だし、y が0だから、z0z で、101の z 倍、ただし z が0ないというのが、コイベクトル全体になります。まあ、どれ使っていいわけですよ。100、0、100、100、いいですか、そんな変な人はいないでしょうけど、100、0、100ね。またはもっと変わった人は0.10、0.1。何だって言って言ったら、こんな0.10、0.1っていうふうに、この例かどうか覚えてないけど、そう書いたやつが昔いましたね。そういうやついました、本当に。まあ楽しいですよね、本当に。まあ普通は101を使うんだと思います。じゃあ次はですね、ラムダイコール1ですね。じゃあ戻りましょう。ラムダイコール1の時はですね、ここを0になりますね。ちょっと色を変えて、ここの、1行どうなります？ 1 の時は000ですね。で、これが、10マイナス、10ま、さっき10マイナス、マイナス1ですよ、ここ。なんだけど、これ0倍になっちゃってますね。だから、これ、行表現形じゃなくなっちゃうわけね。だから、ここまでですね。ここまで行表変形になって、ラムダイコール1の時は、だからここにラムダイコール1を代入しましょう。そうすると、今計算したけど、000になって、000、ここの行列が出てきます。で、これも、行表変形とか言ってすごく簡単だけど、2行を1行にして、さらに3行を2行に持っていくと、1マイナス1マイナス1ですか？ 0 マイナス1、2で000かな。次は1マイナス1マイナス1、01マイナス2ですか？で、それでこれ何やるかというと、1行に、2行を加えるのかな。そしたら10マイナス3になりますね。まあ、というわけで、この1行が、x マイナス 3z が0になります、に対応しますし、もう一つ色変えるか。この2行が、y マイナス 2z になります。だから、x は 3z、y は 2z、z は z で321の z 倍、というふうになります。これがこういうベクトル全体になります。じゃあラムダイコール2の時はこれも簡単な方ですね。で、そうするとここに いいですか、ここのラムダマイナス、ここね、ここのラムダマイナス1は2の場合は1ですから、もう気にしなくてよくて、ここに代入すればいいですね。そうするとすごく楽になりますね、きっと。そうすると出てくるのはこれですね、ここですね。というわけで、もう瞬間的にもうほとんど競技の階段教室になってまして、これになります。で、10マイナス1が x イコール z ですね。
それから、01-3 が y=3z になりますね。でそうすると z3zz で131の z 倍になります。まあ、というふうにこういうベクトルが求まります。でそうすると今まで一つチェックしておくと101、これはラムダイコールマイナス2の時ね、その時にラムダイコール1の時は321、それから、ラムダイコール2の時は131ですか、こういうふうにしてベクトルを3つ定めて並べましょう。でそうすると、定理ありましたけど相異なる固有値の固有ベクトルは線形独立なんで P は正則になっちゃいます。で AP は AP1、AP2、AP3 ですけどそれぞれいいですか？あり？これちょっとひどいですね。直しておきますね。これも間違ってるね。AP1 は何ですか？ AP1 はここにあるけど、これ P1 ね。だからここにありますね。だから AP1 は P1 ですね。いいですか。で AP これ P2 ですね。だから AP2 は大変だ。AP2 はP2 ですね。ちょっとさっき間違い、ここ間違い、このマイナ、ここマイナスが抜けましたね。いいですか。AP1 はマイナス P1 ですよ。で、AP2 はP2 ですね。これですね。この方程式に満たしてるからね。それから、AP、ここで P3 ですね。だから AP3 は、2倍の P3 になりますね。あというわけです。だから、こう、マイナス1倍、それから1倍、2倍になります。ここはちょっと間違ってますね。なんか色を直せば直すと間違ってして。というわけで、これは PHP2、P3 のマイナス1、1、2倍ですから、この行列式を行列を右からかけたもんですね。だから P のマイナス1、1、2という、対角行列をかけたもんです。で、ここにありますけど、P は正則ですから、P インバース AP がマイナス1、2という対角行列になります。まあ、というふうに対角化できてますね。じゃあ、この具体例はここまでにしましょう。